100万。おいしい？どう？感触。うん、なんかそう、サクサクして中がもちもちしてて、リアちゃんすっごく好きなの。そして母のお目当ての台湾カステラ、並んでる時点でワクワクが止まりません。出来たてほやほやのカステラのお味は？おいしい。はい、今はですね、マンゴンにお母さんを連れて一緒に来ました。台湾のミャオニクルのお母さん初めてなので、今からね、ちょっとバイバイをしていこうと思います。どう？このすっごい綺麗古典的で古風でなのに色が鮮やか、だけど派手じゃない。これも渋い色で、これを見てこのランタンバッグのランタンが、なるほど、日本人だったのに全部つながった感じ。なんでもね、こんなに綺麗な服装なの。そうそう、すっごい、彫りも細かいじゃない。うんうんうん、どこにあるの？上綺麗に、そう、さらされてるのにこのまんまで、落ちてついたかな、落ちてた。あ、カチカチ確かに、カチてるよ。踊ってる？本当だ。何この天女の舞みたいの見せていただいて、すごい。で、バハコンバイバイ。今から向かいの市場にちょっと行ってきます。ピアちゃんの好きなピンクワシオがあるね。イエーイ。ニアツバ、うん、いいよね、安くてね、美味しいものがいっぱいで。あやつくつってくって。キュ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 。100万。美味しい？どう？感触。うん、なんかそう、サクサクして中がもちもちしてて、うん、リアちゃんすっごく好きなの。もうこの間もう全部一人食べてた。ね、美味しいね。うまうま。その後、初めての両家顔合わせ。言葉は通じなくても楽しい時間を共有できました。台湾の家族を大切にする文化、改めて素敵だなと思いました。そして今回、母が一番楽しみにしていた淡水旅行。アジアのベニスとも称される美しい景色に癒されました。そして母のお目当ての台湾カステラ、並んでる時点でワクワクが止まりません。美味しそうと連呼してました。ふわふわ台湾カステラの出来上がり。念願の台湾カステラを手にとっても嬉しそう。出来たてほやほやのカステラのお味は？美味しい。初めての火鍋に驚きの母。台湾で母との思い出ができてとっても嬉しいです。またすぐ遊びに来てね。初めてです、びっくり。来てくれてありがとうございました。